神戸空港から長崎空港にスカイマークの便で飛ぼうと思っているので、今から神戸の方に電車で向かいたいと思います。エアポートライナー神戸空港行きに乗ってます。次は市民広場コンベンションセンターです。今日泊まるホテルが見えました。すごいめっちゃ広いロビーが広がってます。あれがフロントですね。はい、今回は神戸のポートピアホテルに宿泊させていただきました。ポートピアホテルから無料のシャトルバスが出てます。20分おき。神戸ポートタワーに行くために港元町駅に来ました。ポートタワーに着きました。ドン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 、高い。これがメリケンパークの方向、こっちに港がありますね。神戸ベイクルー遊覧船に乗れるみたいです。本日は神戸ポートタワーへご来場いただき誠にありがとうございます。川崎造船、川崎重工業が見えますね。こちら、すごい、ね、こちらが神戸海洋博物館川崎ワールド、そして震災メモリアルパーク、であっちが神戸ポートターミナル、メリケンパーク、神戸がそこに見えますね。皆さん写真撮って並んでます。あっちが山の方、六甲山。はい、ポートタワーの中にお店が入ってました。カウンターから眺めが見られるっぽいですね。お酒飲みながら。メリケンパークにやってきました。空気が澄んでて海風も当たって気持ちいいです。いい神戸に向かっていきたいと思います。六甲ケーブル下までバスで来ました。今から六甲山ケーブル登ります。六甲山の帰りは階段を降りてケーブルカーに乗ります。急です。ほいほいほい、ちゃんとカメラもバッチリ撮りました。帰ります。ほいすげえ、ほいほい。運行ライン8時までしかない。ポートピアホテル行き、三宮駅から終バスが9時40分までホテルに向かって出てくれるそうです。無料シャトルバスで、結構大きい観光バスみたい。ポートピアホテル、今六甲山に行ってきました。六甲山からポートピアホテルに帰ってきました。こちらポートピアホテル1階のロビーにいます。六甲山から帰ってきて、三宮駅でご飯を食べてホテルに来ました。ホテルまで三宮駅と新神戸駅から無料のシャトルバスが出ているので、こちらで帰ってきました。20分間隔で出ているみたいなので、朝から夜まで三宮駅まで遊びます。めっちゃ楽しかった。無料シャトルバスは非常にありがたいです。